ジョン・ミルトン・ナイルズジョン・ミルトン・ナイルズはアメリカ合衆国の弁護士、政治家、作家。1840年から1841年まで第12代アメリカ合衆国郵政長官を務めた。1787年、ナイルズはコネチカット州ウィンザーとナオミ・マーシャルの息子として誕生した。ナイルズは公立学校で教育を受け、その後法律を勉強した。 ナイルズは1817年に弁護士として認可を受け、コネチカット州ハートフォードで弁護士業を開業した。ナイルズはハートフォードで新聞社を設立し、ハートフォードウィークリータイムズを発行した。ナイルズは編集者として以後30年以上にわたって記事を書き続けた。ナイルズは民主党で活動し、集権主義を支持した。1820年、ナイルズは ハートフォード軍裁判所の売席裁判官として任命された。ナイルズは翌1821年に着任し、1826年に辞任した。1826年、ナイルズはコネチカット州会員議員に選出された。1827年、ナイルズは合衆国上院議員に立候補したが敗北した。ナイルズは ハートフォードにおいて1829年から1826年まで郵便局長を務めた。1835年、コネチカット終戦室の合衆国上院議員ネイサン・スミスが死去したことに伴い民主党は公認としてナイルズを指名した。ナイルズは任期末の1839年3月まで合衆国上院議員を務めた。 ナイルズは1838年の合衆国上院議員選挙で再選を目指したが敗北した。ナイルズは合衆国議会において製造委員会の委員長を務めた。ナイルズは1839年と1840年にコネチカット州知事選挙に立候補したが、いずれもウィリアム・ウェルスワースに敗れた。1840年、ナイルズは マーティン・バン・ビューレン大統領から、郵政長官に任命された。ナイルズはバン・ビューレン大統領の人気満了となる1841年まで、郵政長官を務めた。1843年、ナイルズは、合衆国上院議員に再選された。だが健康的理由によりナイルズは1844年4月30日まで、議会に出席することができず、 上院議員就任の宣誓をしたのは1844年5月16日のことであった。ナイルズは1849年の任期満了まで上院議員を務めた。再選には失敗した。ナイルズは合衆国議会において製造委員会の委員長を務めた。臨時歳出会計監査委員会と郵政委員会の委員長を務めた。 ナイルズは1851年から1852年までヨーロッパで過ごした。そしてその後は園芸に時間を費やした。1856年、ナイルズはコネチカット州ハートフォードで死去した。ナイルズの遺体はハートフォード市内のオールドノース墓地に埋葬された。ナイルズは自身の図書館をコネチカット歴史協会に移動し、 またいさん7万ドルを事前基金の設立に当てさせた。ありがとうございます。